私の電子代はメンバーと日の出を見ようです。ということで早速メンバーをお呼びしたいと思います。どうぞ。おはようございます。せいやりです。落ち着いてって言ったじゃんね。朝から何なの今日。朝の顔といえば私セミヤではないでしょう。あー寒い。大丈夫、ここ今屋上なんですけど。1度。今日は特別にあの屋上に来させていただきまして、はい、向かい風がすごいですね。はい、はい、もう3日目ですけど、はい、どうでしたか。昨日とか今日とか一昨日とか明日とか、なんかほぼちゃんとした睡眠をとってないから、うん、なんかテンションがおかしくなってます。わ、ね、かる。なんか変だよね。私そう昨日から変だよ。一昨日から変だよ。ずっと変だよ、うん、まあ、いつも変なんだけど。そうですよ、はい、あここはこそうだ、ここ場所言ってなかったんですけど、ここは千葉ポートタワーに来ております。千葉の皆さん、私たちのことは見えますか、うん、見えてますかね。結構何でも見えちゃいますよ、ここから。何でも見えるよ。さっきいた幕張メッセはどこなんだろうね。幕張メッセ、はい、今日は特別に屋上に来させていただいています。ありがとうございます。すごいですけど、すごいですよ、 すごいですよ。ここ海ですよ。海ですね。あれは海、なんなんなん、これ東京じゃなくて海、富士山って言おうとした。あ、ごめんごめんごめん。あれは富士山。ゆなちゃん、お顔を見せてあげて。今スクショできた。ね。はいはいはい。あ、ごめんなさい、動きすぎでした。ちょっと寒いですけど、はいはいはい、あっちが太陽みたいです。お、あそこから出てくるんですね。あっちが東。6時半頃かな。まだ少し時間がありますけど、うん、私結構豚汁を楽しみにしてたんですけど、今日はちょっと N なんかそう場所の関係で飲めないらしくて、うん、残念ですけどね。ここのただただ寒い空間にあと20分待ちます。どうしよう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 。見てますか。あ、そうだそう、ハッシュタグ乃木坂46時間テレビをつけて、うん、あの質問や感想などどんどんお書きください。もしかしたら答えれるかも、はい、みたいな。時間があったら、ね、時間あるんで全然あの時間あります。時間あるので答えていきたいと思います。はい、どんどんお願いします。 TV です。 TV って書きます、はい、さあ凍りそうですね私たち。もう